僕の 3DS です。紹介します、えー。一番初めに使っていた 3DS は、このハローキティのシールが貼ってある 3DSLL です、えー。中学校の時から使っていました。で、2代目はポケモンのカバーがついている 2DSLL で、社会人1年目の時から使っています。 今でも遊んでいます。えー、で、こちらの 3DS2 台は、ワインレッドの赤い 3DS は、えー、僕が誕生日の時に中古で買って、こちらの白い 3DS は、つい最近に中古で、えー、買いました。えー、こちらの2台の 3DS は、インテリアとして飾っていたり、たまに遊んでいたりします。 えー、これで動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。さらばだ。